松坂あたり、お伊勢参りの旅人と触れ合い育っていつしか膨らむ旅心よ。北の島に渡り旅に朝日に光る山、指さしその名を訪ねては、小さな筆で書き込めて、何度も何度も読んではその名を確かめる旅を竹城さん、また来てくださいね。竹城さん、助けてくださいね。